はい、草買ってまいりました。ヤッキーさん、お持ち帰り専門店ですね。これ、隣になんか日照フーズだかなんか書いてたの、そこの、あれなのかな？で、ちなみにこれで、お会計が1620円だったかな？安いね。高いと思うんだけど。そう？うん。そうなの？高いの？なんて言うんだろう。物がちっちゃい。ただね、うん、中札内の田舎鶏。国産 100% なんだって。うん、うん。だから、味が良ければ全然安いと思う。うん、かな？うん。で、これつくね。そこ次第だと思います。じゃあ、ちょっと食べてみましょうか。で、ちなみにこれ、野源の唐揚げですね。まあまあ、珍しい。うん、じゃあ、まずちょっと、はい、皆さん、お疲れです。お前の顔めっちゃ映った、今。まあいいや、消しとくわ。うん、はい、これ。はい、初。うん。うん。あ、うん。おいしい。うん。肉が甘い。えぇ、ー。うん。あ、おいしいよ。はい、これが普通の、これが鳥製かな。ああ、すごいね、甘いね。うん、いや、これガスかな。あ、でもガスなの。うん、なんつうんだろうな、焼き鳥屋さんよりちょい、まあうちの行ってよく行ってるの鳥銀に行ってるんだけど、うん、まあよりは、うーん、どうだろう、食べ応え的なもんかな。でまあこれ豚かな。うん、あとなんて言うんだろう、焼き鳥にしたら塩が少ない。うん、タレなの。タレじゃなくて塩。あ、しょっぱくない。そうそうそう、うん、俺にはちょうどいい。あ、うん、うん、おいしい。食べたい、食べたい。よいしょ。どれどれ。うん。ハツ食べていい？うん。ハツ。ハツだね。はいはい。どうですか。本当だ、おいしい。うん、うちでちょっとね、塩結構物足りないぐらいだから、普通の人はめっちゃ足りないと思う。つなぎも、つなぎも、うん、うん、全然ちょうどいい。俺は美味しい。うん、結構味に自信があるのかなって感じだね。これぐらいの肉の甘さを楽しんでねっていう感じの、うん、まあそうだよね。うんうん、あ、これは結構パンチある、これ。うん、あ、おいしい。これ超好き。これ超うまい。うん、これすごいおいしい。うん、これで410円、うん、かな。これすごい好き。 100g。 うん、まあ、あのね、見た目はね、こうチェーン店とかの大きさだね、鶏肉の。でも味は断然うまい。うん、びっくりした。初めて行ったんですよね、焼き鳥ヤッキー。焦がねえよ。肉は確かにうまい。ただその激うまっていうのを想像したらちょっとダメかなと思うけど、それでもうまいわ。うん、これはね、近くの人行ってみてください。これし、あ、場所書いてあった。白石区北郷27丁目。
個の1。あ、やっぱ、わたしょーフーズっていう。チャジュシはこれなんか、多分、そういう、鶏肉の加工とかやってる、工場の直売なのかな、その横でやってた、横っていうか、同じ建物内でやってたんで。うん。結構うまい。びっくり。ちょっとお前もなんか他も食ってみ。どれどれ。トマキ、花。ああ。いや、ビールで行きたい気分だね、これは。いや、でもビールじゃなくてもいけるの。お、つくね食うか、ほら。はい、つくね。つくねあんま好きじゃないの、うん、あ、そう。俺、つくねあんま好きじゃねえんだ。なんだそれ。今度つくね食べようかな。ハサミ虫。うん。あ、まあ、普通かな。うん。うん、でも悪くない。あ、でもこれね、たまにこのこれ買いに必ず行きますわ、多分。何これ。うん。野源の唐揚げ、めっちゃうまい。松虫。もうやばいわ。ん？食べる待って。トンボ。あ、赤トンボ。かんな。ちょっとおいで。アブラムシ。アメンボ。あ、コリコリの食感の揚げ物、ちょっと食べてみて。あんまり美味しくない？ちょっと美味しいから。ちょっと美味しいの。ちょっと辛い。あ、まあスパイシーな感じだからね。まあこんなもんで。もしよければお持ち帰り専門店ヤッキーさん、これ結構おすすめっすわ、行ってみてください。はい、いかな、グッドボタンを。何ってか全然わかんねえ。バイバーイ。ディディン。あ、コーラでなってるの。悪いことをしてる椿でーす。おまけでした。